戸自慢教時代は、1949年、斉藤虎次郎が監督し、東横映画が制作、大映画配給して公開した、日本の長編劇映画である。三空ひばりの映画デビュー作として知られる。第二次世界大戦後、従来工業会社であった、東横映画が大映との協定を結び、1947年、大映第に撮影書を借りて、同撮影書を、 東横映画撮影所とし制作を、開始、3年目に制作された現代劇が本作である。同社の制作開始第16作である。1946年に放送を開始した、人気ラジオ番組、のど自慢素地に演芸会を題材にしたコメディ映画で、ある。ピアノの先生役を演じた、和田はじめは、俳優、和田浩二の父である。後に、東映名誉会長となる。 若き日の岡田茂が進行係として本作に携わった。本作に映林番号が付されているのは公開直前の同年6月14日に映画倫理規定管理委員会が結成されたからで1954年8月まではレーティングは行われていない。東横映画を配給するために東京映画配給が設立されるのは同年10月1日なので、 本作は従来通り大映画配給した。東京国立近代美術館フィルムセンターは本作の上映用プリント等を所蔵しているが48分の不完全版である。現存するのはこの不完全版のみであり、このバージョンは美空ひばりの登場シーンを欠損している。左からあちやこ、渡辺敦史、清川二次子。ありがとうございます。